熱帯魚ライフ楽しんでますか？どうも、さすのです。今回は劇的にコケ取りが楽になる神アイテム5000というお話をしていきたいと思います。アクアリストなら誰でも一度は経験するであろう水槽壁面などにつくコケ、うまくいってる環境でもうっすら出たりするんですよね。何度取っても何度も蘇るフェニックス一騎みたいなやつがコケ。そんなコケをより簡単に取り除くために各メーカーさんからとにかくたくさんのコケ取り用品が出ていますが、一体どれを使ったらいいか迷われると思います。そんな方たちのために今回は私が普段使っているおすすめのコケ取り用品を5つ紹介したいと思います。概要欄に商品別にチャプターを設けていますので、知らない商品だけサクサク見たいという方はぜひご利用ください。サスノアクアリウムでは熱帯魚ライフをより楽しむための情報や商品のレビューなどを動画にしていますので、興味のある方ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本編行ってみましょう。まずはエアーの10方コックや UV ステライザーなどのアイテムを送り出しているメーカーアズーさんから発売しているブラックスクレーパーになります。このブラックカラーがスタイリッシュですね。このスクレーパーの最大の魅力は1人2役をこなす演技派スクレーパーというところにあります。ちょっと何言ってるかわからないかもしれませんが、この手のスクレーパーって大抵がカミソリ刃のついたガラス水槽専用でかつ硬い苔重視のものだと思います。このスクレーパーにもカミソリ刃があって硬い苔にも当然対応できますが、さらに柔らかい苔やアクリル水槽用にラバータイプのスクレーパーもついてるんですよ。ここら辺の配慮が嬉しいんです。この長さのカミソリ刃がついたスクレーパーは山ほどよく見るんですけど、この長さかつこのタイプのラバースクレーパーはあまり見ません。あとはスティック部分にアルマイト加工が施されています。アルマイト加工ってすごくざっくり説明すると、普段のブラックスクレーパーでも強装甲だけど、それを加工技術で AT フィールドつけましたというのがアルマイト加工です。なので加工前より断然錆びにくいんですよね。中二な表現ですいません。まとめると、カミソリ刃でメンテナンスした後の水槽ってしばらく硬い苔生えてこないですよね。つまり一回がっつり苔掃除をやった後は日々のメンテナンスはこっちでやるよねと先を見据えた苔取りスクレーパーなんですよ。しかもラバースクレーパー部分はキャップの役割を果たしています。さすがです、アズーさん。使用風景はこんな感じです。長さがおおよそ42センチもあるので、45センチの高さの水槽でもちょい手は濡れますが、そこまでは届きますね。おそらくほとんどの苔がこれで取れるかと思います。苔取りだけで考えるとかなりの威力を誇ってます。ちなみにこのスクレーパー、替え刃が上下についているので、最初についているおまけの刃も合わせて8回分使います。もちろん純正の替え刃、カミソリ&ラバータイプ両方発売しています。難点としてはヘッド部分がプラなので少し耐久性が心配なんですが、2000円というコストを考えると妥当なところだと思います。ネジの開け閉めをしてみた感じだとすぐに壊れそうとか、そういった印象は受けられませんでした。かっちりしまって個人的には満足ですね。続いてはマツダ浮く苔取りスクレーパーおにぎり。このシンプルかつおにぎりという抜群のネーミングセンス、最高にクールですよね。最大の魅力はこのおにぎり設計にあります。これ思っている以上に握りやすいんですよ。苔取り掃除ってやりだすと細かいところも気になって、気づいたら結構長い時間やってることってあると思います。そんな時に大事なのが疲れない握りやすさ。優しいぜ、さすがおにぎり。スポット苔やヒデ苔など硬い苔はこいつでは取りきれませんが、茶苔など柔らかい苔ならガンガンいけます。ホースやパイプなどの苔も取りやすいところや、コーナーの苔も取りやすい設計は嬉しいですよね。浮くのも実際助かります。高さのある水槽だとこの手のスクレーパーが沈んだ場合取るの大変だし、レイアウトを崩すこともあるんですよね。これはかなり親切設計だと思ってます。値段もお手頃なのが嬉しいところですよね。続いてはジェックスマグフィット。売上、口コミともに上位に入る人気のコケ取りアイテムがこのマグフィットです。やっぱりこれは外せないですね。簡単に紹介すると、強力な磁石の入ったコケブラシを水槽壁面の外と中に取り付けて、気づいた時に手を濡らさず気軽にコケ掃除をすることができるアイテムです。特徴としては小型、曲面、大きめのロングタイプとバリエーションが多く、見た目もシンプルでゴテゴテしてないところ、
水槽についててもそれほど気にならないかも。小型になると四角の形をしているんですが、今回紹介しているロングタイプは長方形で、ブラシも硬い用と柔らかい苔用で用途を分けてついています。水中で外れても内面部分は浮上するようにできているので、手を水槽に突っ込むことなく再設置できる。この配慮かなり嬉しいですよね。100均で売っている同じマグネットタイプのものは床でゴロンとします。これ手を突っ込んで取らないといけないのでテンション下がりますよね。ちなみにこの工夫のおかげで水槽のヘリを経てまた別の面に行くこともできます。またこのロングタイプは少しコツはいりますが、作業中に硬い苔タイプと柔らかい苔タイプに変更することも可能です。あとはやっぱり苔掃除の能力が意外と高いところ。正直茶苔とか柔らかい苔を見つけた時にさっと掃除できればいいかなぐらいの用途で購入したんですが、このマグフィットのロングタイプの方は硬い苔用のブラシもついていて、スポット苔も初期ならいけちゃうんですよ。この苔なかなか硬い部類に入るんで嬉しいですね。欠点としてはやはり構造上細かなところまではやりづらいし、コーナーの掃除までは厳しいですね。そこはまた別の用品なので掃除する必要があるかと思いますが、気づいた時に簡単にさっと掃除できる手軽さを考えると価値のあるアイテムだと思います。今回おすすめにラインナップはしませんでしたが、紹介だけはしておきたいアイテムがこちら、チョイスさんの苔取り増産。ヒドラ取りもできます。痒いところに手が届きまくって困ると言われるチョイスさんから発売されている苔取り増産ですね。このアイテムをざっくり説明すると、苔をそぎ落としながらリアルタイムで破片と水を共に排出できるアイテムになります。構造はかなりシンプルで、シャフトにエアチューブを挿してサイフォン式で水を排出しながら苔掃除を行えるというありそうでなかった構造です。最大43センチまでシャフトは伸びますので、高さのある水槽でも使用はできます。ヒドラ取りのアタッチメントもついていましたが、これも細かいところの苔掃除に使えそうです。ちなみにヒドラがわからない人のために説明しておくと、水槽内に発生するめちゃくちゃちっちゃいイソギンチャクみたいな生き物です。正直あまり見たことがないのでうまく言えませんが、とりあえず気持ち悪いですね。チエビや稚魚を捕食することもあるそうですので、これで取れるなら便利ですね。今回なぜこのアイテムをラインナップさせなかったのかというと、意外と柔らかい苔しか取れなかったっていうのと、吸引力はそこまで強い方ではないので、苔の破片はガンガン吸い取るぜみたいな過度な期待を持つとダメです。こんなもんだよねぐらいがちょうどいいかと思います。あとはサクッとできる手軽さが個人的には欲しかったです。水槽から出すたびにサイフォン式を使うためチューブを吸うのは私としては少し手間に感じました。水槽内に入れたまま作業したり、分岐コックで排水を止めれば両手が空くとか、やり方はいろいろあるんですが、総合的に見て今回は番外編として紹介させていただきました。物自体は本当にすごくいいです。価格もかなり購入しやすい価格ですので、興味を持った方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。ということで本編に戻って、次はジェックスコケバスター。豊富な用品と抜群の信頼性でおなじみジェックスさんのコケ取り用品をもう一つラインナップさせました。以前も別の動画で紹介しましたが、やっぱりこのアイテム紹介しておきたいんですよね。画像は私が長年使っているものですので、かなり使用感がありちょい汚いですが、その辺はご理解いただけると嬉しいです。このスクレーパーの最大の特徴は多層構造のシートにあります。多層ってどれくらいと思って実際に数えてみたら14枚あります。まだアクアリウム始めたての時、クリアファイルを小さく切って割り箸につけて使うとよく取れると聞いて使ってみたら本当によく取れたんですよね。いわゆるあれの強化版です。どちらかというと下敷き的なものを多数重ねてるイメージです。難点としては短いので水槽に手を突っ込む必要があります。まあ短いので小回りが効くっていう利点もありですが、メンテナンス時にあまり手を濡らしたくないという方にはまず向いていないというところと、茶苔などの柔らかい苔やスポットの苔まではいけますが、頑固な硬い苔まで行くと対応できないです。苔取りをサボってガッチガチにしたような苔はもはや前半に紹介したアズーさんのブラックスクレーパーでしか倒せません。
ただ水槽の生態があまりに慣れすぎていて、苔掃除をしていても近寄ってきちゃうことってありますよね。このパターンだとカミソリ刃のついたスクレーパー怖くて仕方ないんですよ。結構鋭利なんで間違って傷つけたら悔やんでも悔やみきれないですよね。そういった時にこのスクレーパーはめちゃくちゃ使えます。まず生態を傷つけることはないので、ここが一番の安心ポイントとしておすすめしたいところですね。ということで最後はリーフさんの細かいところも綺麗に取れる苔取りスクレーパー。チャームさんでやたら売れてるこのアイテム、ずっと前から気になっていたのですが、今回のこの動画を撮るために購入してみました。価格はなんと210円。安い。小さいし軽いので小回りが利くし、商品名の通り細かいところも綺麗に取れます。小型の水槽メンテナンスにはこれで十分なんじゃないかと思います。硬い苔の場合はヘリの根元を持ってこすると案外取れます。なかなか侮りがたしですね。これはガッチガチの苔じゃなければ無双できるかと思います。しかも水中で手を離してもちゃんと浮いてきます。今日のいいとこ取りが210円で購入できますね。唯一の欠点は短いことですね。高さが21センチなので60センチ水槽だと確実に手を突っ込むことになります。30センチキューブ水槽でもソイルの高さによっては手を突っ込むかもですが、正直手を水に入れるのはあまり気にならない方の方が多いかと思います。あとは多分力を入れまくったら普通に折れます。ここら辺は持ってみたらわかるかと思いますので、やはり欠点という欠点は自分は見つけられなかったですね。頑張って探すなら大型水槽で使うのは骨が折れるなぐらいですね。おすすめの一品ですのでぜひ試してみてください。ということで今回は劇的に苔取りが楽になる神アイテム5選というお話でしたが、いかがだったでしょうか。苔取り用品は日々多く販売していますが、やっぱり強いアイテムは生き残りますよね。もしかしたら最終的に一番強いのは下敷きかもしれませんね。中学生のサスノは下敷きとクリアファイルを駆使して苔を取ってましたので、まあこう下敷きを三角形にカットしてカット部分で苔をこそぎ取るんですよ。爽快でしたね。とはいえ単純に苔取り能力としてはアズーさんのブラックスクレーパーがかなりの能力を持っていますので、個人的には一番おすすめできるかと思います。それでは今回はこの辺で終わりにしようと思います。これからももっと熱帯魚飼育を楽しむための動画を頑張って作っていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。